セクシーゾーンへの菊池風磨とキング・アンスの平野市を魅力的なイケメンとして輝く番組収録中に見せた照れた一面とは嵐二宮和也さんの冠バラエティーニノさん日本テレビ系が9月11日に放送されセクシーゾーンへの菊池風磨さんとお笑い芸人の吉村隆さんが出演しました。 そして、ゲストにはキング・アンドプスの平野紫耀さんが登場しました。二宮さんと平野さんは、ジャニーズ事務所の先輩と後輩ですが、そこまで交流はないですね。別に、と二宮さんは話し、そうですね。深い関係ではありません。と平野さんも同様に答えました。 しかし、には、平野さんはジャニーズ JR 時代にセクシーゾーンへのコンサートでバックダンサーとしてよく一緒に活動し、仕事で一緒にラスベガスに行ったこともあるそうです。平野さんは当時を振り返りながら、ジャニーさんから来月セクシーゾーンをとラスベガスに行くから一緒に来なよって言われて、と語りました。菊池さんもその話に加わり、やばかったよな。 ラスベガスはセクシーゾーンへの取材で行って写真を撮るんですけど、と話し、ヒラノさんと一緒に遊園地に行った際、ヒラノさんが写真に写りきらないと仕様だけど化されて、俺らだけで撮影したと回想しました。絵仕様は何のために来たんだみたいな時口さんはいいヒラノさんの動向理由がわからなかったそうです。 それに対して平野さんはあっけらかんとしながら、ただの観光ですね、と答えていました。そんな平野さんは、ジャニーズ入所して今年で10年目ですが、サインは今のところないんです、と話しており、今回の二ノさんでサインの作り方を相談する場面がありました。進行役の吉村さんから、サインは持ってますよね、と聞かれた二宮さんはあります。 よと答え、さらになんならいろんなことやってたよ、とサインが変化してきたことについて言及しました。二宮のに書いてそれを囲むように丸書いてそれだけになった時期が一回あって、と一時期は簡素なサインだったことを明かしました。また映画の仕事で海外に行った際には空港でサインを求められ、漢字にしてくれ、とリクエストされたことがありました。 それをきっかけに、なるほど、漢字がいいんだ、みたいな。じゃあ漢字にしようと思い、以来ずっと漢字のサインを使用していると話しました。その後、番組では、ゲストご所望リサーチ、というコーナーで平野さんが今一番やりたいこととして、合気道を紹介しました。平野さんはテレビや YouTube で、合気道で、 すごくバタバタ人が倒れていく様子を見て、その真理を疑っているそうです。そこで、スタジオには、合気道上武志連成塾の道場長白川隆二師範が登場し、平野さんに合気道の基本的な技、二鏡を体験させることになりました。師範の技を受けた平野さんは一度は、無理だ。痛い痛い痛い、と声を上げて床に膝をついてしまいましたが、 菊池さんから、マジで耐えよう、と指示があり、再び技を受けてみました。しかし、すぐに、痛い、と倒れ込んでしまいました。その後も、墨落とし、という投げ技を体験した平野さんは、合気道はやらせではないことを実感し、今すごい感動してますね、とコメントしました。そして、次は平野さんが市販から、二強を教わり、 菊池さんに技をかけることになりました。すると、菊池さんは手を握られただけで、ちょっと痛い、もう、とゆっくりとその場に倒れ込み、風見がくん、大丈夫すかと心配そうな表情を浮かべる平野さんに菊池さんは言う大丈夫、笑いと照れながら答えました。この一連の流れに、二宮さんは、何これ、とつぶやき吉村さんが新しいタイプの BL と笑いました。 一方、菊池さんは、俺ね、初めてこの角度、下、から、仕様を見ましたけど、あ、やっぱりイケメンなんだ、と、平野さんのイケメンっぷりを称賛しました。この放送に対して、ネット上では、平野仕様に腕を掴まれて上から、大丈夫ですかって聞かれたら照れるよ。ね、同じジャニーズ事務所の菊池さんも改めてイケメンって思っちゃうんだ。新しい BL、めちゃくちゃ笑った。 平野にキュンとする菊池さんが可愛かったといったコメントが寄せられました。今後も最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。